私、どこにいたらいいんだろう。やだな。いっつも雨だ。大神さん、私ってほんとバカですね。ああ、バリカレキ団が落ちこぼれちゃうし、修道院もクビだったなんて。ちっとも知りませんでした。だから落ちこぼれなんですね。帰る？あ、そっか。私、帰るところもなくなっちゃったんでした。お店には戻りたくありません。いいえ、なんだか眠れなくて。ねえ、大神さん、私みんなに嫌われちゃいましたよね。私がドジだからです。神父様も私のことが迷惑みたいだったし。マリアさんたちの特訓でも私だけ成績が上がらなかったし。私、ドジな自分がすごく嫌いなんです。だから嫌われたくなくて、失敗しちゃった時は絶対笑うことにしてるんです。みんなに迷惑をかけた代わりに明るくしていようって、元気でいようって。でも今回はいろいろ重なっちゃって。笑うのつらいです。ですか。大神さんも私のこと大好きですか？答えてください、大神さん。私のこと大好きですか？きですよ。しもべども、お主たちに新たな役割をくれてやろうぞ。公爵様、いかがなされたのです。今宵はいつにも増してご機嫌がよろしいようですが。かの小僧どもの居場所がようやくわかったでな。いえ、その居場所とやらはどこに？早くお教えください。シャノワール、ここに小僧どもの基地がある。ナーデルよ、お前のその爪で歌劇団の小僧どもを引き裂いてくるがよい。主の蒸気銃の修理もすでに終えてあるでの。期待しておるぞ。わかりましたわ、公爵様。必ずや私が奴らを芸術にしてみせますわ。だかコルボーよ、お前にも役を与えてやろう。芸術の神ミューズのごとく、どのような役も完璧に演じてみせましょうぞ。では与える。お前はナーデルの死に様を見て、パリ歌劇団の力を見極めるのだ。なるほど。どうせ死ぬならばせめてカルマール公のお役に立って死ねということですな。すべての生き物には分相応の役があるのだのうコルボ。かの女にその程度の役にしか価値はない。闇に生きる我が君にはなれぬ。偉大なるカルマール公よ、我コルボーの舞台存分に楽しまれよ。パリ歌劇団よ、世の手の上で踊るがよいわ。